知らないと損、一番太る食べ物をお伝えします。あなたはこんなことがこうないですか？こう日頃はこう食事をこう気をつけているのに、こう休みの日になるとこうついついあの食べ物にこう手が伸びて食べてしまうみたいな、そんなあなたに朗報です。この動画のお話を聞いてくださることで、あなたは確実に痩せることができるんです。その理由とその解決策をお伝えしていきますね。まずその太る食べ物の特徴3つです。1つ目、油です。脂質ですね。この油物を取るとですね、そのあなたの食欲がもう暴走してしまうんです。要はこうもう止まらないっていうね、あの状態に今陥ってしまうわけですね。で2つ目、お腹にたまらない食べ物です。これもですね、落とし穴ですよね。こう食べても食べてもこう満腹感が得られないっていうのは、まあ食べ過ぎてしまうからなんですよね。では3つ目、その食べ物自体の、カロリーが高いと。さあいかがですか、この3つ。ひどいですよね。この食べ物は食べ続けたらどうなってしまうでしょうか。もう怖くなります。だってカロリーがそもそも高くてですね、しかも食べても食べてもお腹にたまらないのに、その食欲だけが暴走し始めるわけです。怖いですよね。では、先に結論からお伝えしますね。一体この、太る食べ物、一番太る食べ物、代表的なのがポテチです。今この新型コロナウイルスの影響で、皆様ステイホームで家にいる時間がこう長くなっている方が多いと思うんですね。でその結果、食べる機会が増えている方も多いのではないでしょうか。私数週間前に朝ごはんを食べている時に、その朝のニュースでこのウイルスの影響で売り上げが落ちた企業と、逆にすごく売り上げが上がった企業という特集をしていたんですね。でその時に出ていたのが、その某会社のポテチの売り上げがものすごく伸びたというデータ結果をですね、そのニュースでお伝え、されていたわけなんですね。はあ、なるほどって、分かりますよね。食べたくなるんですよ。ただその暴走した食欲に任せていると、どうなってしまうかというのが一番のお悩みだと思うんですね。ではまずはその痩せることを取り組んでも太るものを食べていては結果が出ませんから、ステップ1としてはこの太る食べ物、要因1、2、3番が入っているものはお休みしてください。ではお休みするだけではなくて、さらにそこからあなたが確実に体重を落として、そこはまたキープできるその方法をこれからお伝えしていきます。それはプチ断食です。でこのプチがつくところにポイントがあるんですね。もう例えばもう何十キロもこう増えてしまって、もう絶対その確実にその大幅に体重を落としたいという方は、私のようなこのファスティングの、アドバイザーのもとしっかりと学んでいただいた上で、その集中的なファスティング、もうがっつりですよね、する方が効果は早いんです。ですから必要な方には私が指導もさせていただいてますし、サポートも今させていただいてるんですね。ただご自分で1、2キロとかそういった体重も簡単にまずは落としてみたいという方に朗報なんです。こちらプチ断食の方法を具体的にお伝えしますね。空腹時間を16時間以上を意図的に作ってあげてください。これは普段の睡眠時間プラスアルファ前後数時間を使うと、16時間お腹空っぽにする状態を作りやすくなりますね。そして目安としては、何にもお腹の中に食べ物が入っていない状態がその12時間以上続いた頃から
やっと、脂肪が燃焼し始める効果が現れます。またこう男性女性でもちょっと差がありますし、体質にも差がありますから、まあ、確実な、まあ、時間といえばやはり16時間キープされる方が、まあ、ベストということですね。なので、工夫としましては、まあ、夜ご飯をお休みされるか、朝ご飯をお休みするか、そこで、まあ、16時間、まあ、プラス睡眠時間がつくわけですから、16時間って結構ですね、一食お休みするだけでも、取れます。昼食はちょっと間に入りますからね、16時間でできないと思いますから、まとめますと、ぜひ夜ご飯か朝ご飯を1回お休みして、あなたのお腹を16時間以上空っぽにしてあげるだけなんですよ。でこれがすごいのは、よくお腹周りだけこうぽっこり出てしまって気になってらっしゃる方多いんですね。でなぜそのお腹周りにお肉がつくか脂肪がつくかという原因なんですけれども、下腹部、お腹周りというのは一番血行が悪い場所なんですね、まあ、イコール脂肪が燃えない場所なんです。で加えてその内臓脂肪が溜まりやすいというもまあ大変な場所なわけですよね。でそこを放っておくと、まあ、いろんな病気になってしまうわけです。まあ、もちろん体重も太るし、見た目も変わりますし、もう本当にストレスですよね。でその時にこの空腹時間を作ってあげることで、体がですね、エネルギーがないわけですから、体がやばいって思うんですよ。エネルギーが入らなくなった。そうすると体って賢いんですね。すごくある仕組みを使って一生懸命エネルギーを確保しようとしてくれるわけです。それがつまりそのお腹の中に溜まったその内臓脂肪を使ってエネルギーをなんとか確保しようって、もう全力で働き始めてくれるわけです。ですからこういかがですか、例えばこうウォーキングしたりいろんな運動したりしても結構お腹周りって落ちにくくないですか。それは今お伝えしたことが原因です。運動したからといってこう集中的にお腹だけ落ちるってないじゃないですか。あれはやっぱり全体の代謝を上げて結果燃えやすい体にしているわけですから、集中的にこうお腹だけ絞るとか落とすっていうのはですね、運動ではなかなか難しいんですが、このプチファスティング、プチ断食をすることで体の方からお腹の脂肪を使ってエネルギーを確保しようって頑張ってくれるわけです。すごくこうピンポイントで効果的な、まあ、ダイエット方法になりますし、また腸内環境が良くなります。なぜかというと腸がぐっすりとまあ休まるわけですから、その間に腸内細菌がまあバランス良くなってですね、あなたはこうますます痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。さあ、そしてこの16時間空けた後のお話ですけれども、空けた後はですね、基本何でも食べて良いんです。ただ、空腹時間が長かった分ですね、負担をかけては悪循環ですから、できれば消化に良いものからこう徐々によくよく噛んで召し上がることで、あなたはその痩せることがこうキープし続けることができるわけです。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画のお話をこう繰り返しご覧いただいて、あなたご自身とそして周りの大切なご家族のためにぜひお役立てください。でまたこのお話役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。